クルメン族の女性。クルメン族は、リベリアからコートジボワールにかけての沿岸部に住む民族集団。人口は1993年の推計で48,300人。そのうち28,300人がコートジボワール側にいたとされる。クルメン族は、クレボ族の一派であり、クルメン語を話す。クルメン族は、クル族と呼ばれることもあるが、リベリアの内陸部に分布するクル族とは、 関係はあるものの、別個の集団である。来るないし、クルメンという言葉は、英語で船員などを意味する、クルーに由来すると誤解されてきた。これは、彼らが西アフリカの先住民としては、最初にヨーロッパの船に乗って働いたという事実を踏まえていた。語源として、より確からしいのは、クルメン族の中の部族名の一つ、クラオウと考えられる。 20世紀初頭の時点で、彼らは、モンロビア付近からパルマス岬付近まで、リベリアの海岸沿いに散在する村に住んでいた。当時、クルメン族は、近い関係にあるグレイボー族、バサ族、ニフ族などを含めて、4万人以上いると称されたが、本来のクルメン族は、シノエ川からパルマス岬までの狭い範囲に住んでおり、そこにはそれぞれ部族長のいる5つの集落があった。 彼らは沿岸各地に自分たちの集落を持っており、隣国シエラレオネやグランドバッサ軍、シュットモンドビアにもそれぞれクルメン族の集落があったという。20世紀初頭の時点で、クルメン族は政治的にはいくつかの小さな共同体に分かれており、それぞれに世襲の部族長がいて、よそ者との交渉にあたっては部族を代表していた。ただし、部族長の役割はそれだけで、 実際の政治は足に鉄輪の勲章をつけた長老たちに委ねられていたとされる。長老たちを代表する大長老は呪術の長として部族のシンボルを誤持しており、彼の家は掟き手を犯したとされるものが、その罪が証明されるまでの間、安全に過ごせる場所となっていた。個人の財産は各家族の共有物であり、土地も 共有とされていたが、自力で耕し続けられる間はその土地の工作権を維持できた。20世紀初頭のクルメン族の少年たちは、14歳か15歳になると、12ヶ月から18ヶ月ほど船に乗る仕事をした。彼らは、多くの場合は、自分の町からさほど遠くない範囲を動く船で働きたがるので、ギニア沿岸を動く商船には必ずと言って良いほど、 クルメン族の少年が乗っていたという。妻を変えるほどの金が稼げると、故郷に戻って定着するのが一般的だったという。20世紀初頭のクルメン族は、部族の印として、額を横切って耳から耳へ黒か青の線を引いていた。また、腕に入れ墨をしたり、摂取を抜歯する習慣があったとされる。ありがとうございます。